ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン2ファイヤー、前回の次からやっていきましょうということで、第11章かな、次最終章ですね。やっていきましょうか、ついに最終章。いやー、長かな、いつからやってんだ俺、稲妻イレ2、いつからな、どんだけかかってんだ最終章までに、本当に。ってことでやっていきましょうか。エイリア学園に勝って俺たちの長い旅は終わった。今まで本当にいろんなことがあった。嬉しいこと、悲しいこと、たくさんの人との出会い、そしてたくさんの別れも。じいちゃん、見てたか？俺やったぜ。サッカーの未来を守ったんだ。これでまた新しいサッカーができる。そうさ、これからが本当の俺たちの旅のスタートなんだ。これからも見守っててくれよな、じいちゃん。第10章、稲妻イレブンよ、永遠に。普通に第10章だったね。お、え、ヒロトいいんじゃん。お前大丈夫なのか。どうやらエイリア学園のアジトは完璧に破壊されたようだな。はい、そしてさっきの爆発でエイリア席も消滅したはず。それはどうかな、それはどうかな、ひとみこ監督。これで終わったんですね、何もかも。だがエイリアに関する資料まで全部灰になっちまった。せっかく奴らと取引していた組織を洗い出すチャンスだったのに、クソ。きっとそれでいいんです。エイリアの記録など全て消えた方がいい。姉さん、お兄ちゃん、難しい顔して何考えているの。いや、星の人本部が突然爆発したのはなぜかと思ってな。あの時キラはすでに逮捕されていた。では一体誰が。もうお兄ちゃんったら、そんなこと考えたって分からないよ。エイリア倒したんだし、もっと喜ばなきゃ。ほら、笑って笑って。似た無牛は、はるな、口元を引っ張るんじゃない。うわっ、キドさんの変化を初めて見てす。あははは。エイリア学園を倒したし、これでみんなとももうお別れね。仕方ないですよね、みんなそれぞれ待ってる人がいるんだもの。いつかこんな日が来るって分かっていたけど、やっぱり寂しいな。まあな、仲間ってのもそう悪くなかったっていうか。え、小栗くん今なんて。別になんでもねえよ。あ、テレタス。だ、黙れよな、このデカブツ。また落としたれよ、そこ後ろ。もうやめなさい、小暮くん。そうだ、みんな帰る前に一度雷門中へ来ないか。え、私たちが雷門中へ。ああ、この旅の間楽しいサッカーってほとんどできなかっただろ。だからさ、最後にみんなで思いっきりサッカーやろうぜ。それっていいアイデア、やろうよ。エンド、雷門中でサッカーか。入院している染岡くんたちも一緒にできたらいいな。そうだな、それにエイリアに勝ったことも早く知らせてやりたい。あいつらもそろそろ退院できる頃かな。きっと早くサッカーやりたくてうずうずしてるだろうな。おお、急に俺たちの勇者、英雄フルカブ。おい、お前さんたち、キャラバンの準備ができたぞ。そろそろ出発じゃ。議長から連絡あって、帰ったらライモングラウンドへ寄ってほしいそうじゃぞ。どうやらお祝いパーティーを開いてくれて、お、ありがとうございます。お、やり、ごちそう食べれるっす。じるじるじる。ひとみこ監督、行きましょう。なんだなんだ、行こうよ。みんな、ヒロトと私はここでお別れよ。え、なんで、なんでそういうこと言うんですか。最後まで一緒についてきてください。え、どうしてですか、ひとみこ監督。ヒロト、ごめん、守れ。俺たちは罪を償わなくちゃならない。罪って、そんな。それにエイリア学園の子たちもこのまま見捨てるわけにはいかないわ。どこにいるんだあいつら。もう見捨ててない、軽く見捨ててないか、それ多分。向こう岸にいるだろ、エイリアの人たち。あの子たちがこれから幸せに過ごせるように私が頑張らなくちゃ。ひとみこ監督、ありがとう。エンド君、君たちとの旅、私一生忘れないわ。あなたはいつまでもまっすぐなエンド君でいてね。はい。君たちとサッカーができて本当に楽しかったよ。これが最後のお別れじゃない。サッカーを続けていればきっとまた会えるよね。ああ、俺たちには一緒にサッカーした同じ一つの思い出がある。それを忘れなければどんなに離れちゃって心はずっと繋がってるさ。うん、俺も早く怪我を治す。次に会ったらまた一緒にサッカーしよう。今度こそ勝ってみせるよ。ああ、俺たちだって負けないぞ。ふふ。ひとみこ監督が笑ったっす。かわいい、美しい。あれだな。こういう約束を得てさ、またイナイレ3で再会すると考えると、なんかやっぱ心に来るものがあるよね。ひとみこくん、迎えの車を用意したぞ。そろそろ
はい。あんたも辛いだろうが、今はただ前を見て歩くんだ。そう、こいつらみたいな、あんただって一人じゃないんだぜ。はい、お世話になりました、響監督。さようなら遠藤君、みんな。ヒロト、ひとみこ監督、またな。次はいいやつに生まれ変わるよ。行っちゃったね、遠藤君。おお、トリプルアクセル。よっしゃ、それじゃあ俺たちの稲妻町へ戻ろう。入院しているカズマルたちに早く勝利報告しなくちゃ。うん、そうだね、住岡君たちに早く会いたいよ。ああ、優香にも早く知らせてやりたい。遠藤君、それじゃあ稲妻町に着いたらまずはグラウンド行きましょう。理事長に会ってから風丸くんたち、いや俺は理事長たちに会う前に先に俺は病院に行く。なぜお前らはそんな先に理事長理事長言うんだ。まずは風丸に勝利報告だろうがよ、みんなにの前にまずは風丸だろうがよ。なんでそういうことだ。え、校長、お前勝手に乗るなよ、俺たちの家同然のキャラバンに。土足で踏み入れるな、部外者が。帰れ。ってことで、ではとりあえず僕らはイベントが始まると。なるほど。お、なあ、今から見舞いに行く。勝丸たちってどんなやつらだったんだ。やっぱりノリノリなのか。うん、勝丸さんはノリノリとはちょっと違いますよね。影の先輩はノリノリというよりゾワゾワって感じっすよね。そっか、津波は勝丸たちのことよく知らないんだよな。よし、ちょっと待ってろ。フットボールフロンティアで優勝した時の写真があるんだ。お、かっこいいね。なんだなんだ、夏美。うわ、何何、確かこの辺に何が始まるんだい。あ、何あったぞ。ねえ遠藤君、ちょっといいかしら。唐突なボイス。お、なんだ夏美。あ、あのね、前にこの旅が終わったら伝えたいことがあるって言ったわよね。あれ、そんなこと言ってたっけ。そうよ。あのね、私、その前からずっと、どわわわわわ、なんだなんだなんだな、うわ、すっげえ回ってきた。その二人のいい空気を邪魔するんじゃねえ。俺が邪魔しようと思っていたからナイスだ。なに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 、何があったの。あー、見つかっちまったか。あ、みんな見てたってこと。まったくお前ら。俺も見てたんだけどな。俺も後ろの席で見てました。おい、デカブツ、お前が押すのがいけねえんだぞ。もうせっかくいいところやったのに邪魔するなんて野暮なやっちゃ。あなたたち聞いてたの。すみません、悪いな、俺止めたんだけどさ。いるよなこいつ、せーこいついるよな。ほんの表向きではさ、みんなでこのエンドと夏美いないところではさ、おいいねやろうぜつって見つかったら、悪いな俺止めたんだけどさっていうやつ、黙っとけな本当に。それで結局言いたいことって何だったんだ。それは。おい、お前さんたち、稲妻町に到着したぞ。い、あ、本当だ、鉄塔が見える、帰ってきたんだ。俺が夏美に告白するか、先に遠藤の前に。俺が先に夏美に告白しとくか。あの調子じゃ気持ちに気づいてくれるのはだいぶ先のようね。本当に、でもまあいいか、それが遠藤くんだもんね。夏美さん、まだまだ勝負はお預けね、頑張りましょう。ふふふふふふ。お、秘伝書欲しい。あ、ライモンイレブンだ。だまだこの頃はさ、昨日エンドのこと好きなんだね。勝負ってことは、おお、エイリア学園から世界を救ったヒーローじゃ。守るー。お、アツコさんだっけ、か、母ちゃん。ぎゅー、守る、お帰りなさい、よく無事で。むぐぐ、か、母ちゃん苦しいってば、話してくれよ。お、
相田さん、ビルダー、あ、誰だっけその影野のお父さんみたいな顔の人。ビルダー、相田、浮島だ。浮島とビルダーの炎の風緑、あれ好きなんだよな。おう、ガキどもがエリアを倒したってのにおちおち寝てられっかよ。財前総理がテレビの放送で君たちの活躍を発表したのだ。君たちが世界を救ったヒーローだったね。あ、ワーカム、ワーカム、サインちょうだい。こっち向いて、キャー。ねえ、そのゴーグルの下ってどうなってるの。おい、よせ。ヒーローだなんてなんか照れるっすね。うん、でも世界を救ったヒーローって言われてもピンとこねえな。俺たちはただサッカーを守りたくて頑張ってただけだし。そういうところも大輔さんの孫らしいな。本当にサッカーの未来を守ってじいちゃんもきっと喜んでいるよ。響き、他の OB たちもお前を待っている。会ってやってくれないか。ああ、わかった。じゃあお前たち、また後でな。さあみんな、入院している風丸くんたちに早く顔を見せてあげなさい。きっとあんたたちがクールの首を長くして待ってるわよ。わかってるって。それじゃあまずあれ、お前さ、風丸くんたちが待ってるよ。お、そうか、それじゃあライモングラウンドで先行こうぜって。マジで本当に何が仲間だよ、何が仲間だ。まずはグラウンドじゃねえわ、バカタレ、バータレ。本当に先に病院だろうがよ。まずは病院だよな、当たり前だよな。本当になんで俺が先グラウンド行くから。そうやってなんで合わせてくれないんだ。みんな止める。俺の味方は俺だけが。遠藤くんも俺の味方じゃない。みんな止める。怪しすぎないかマジで。はあ、なんです。こっちから入ったら、これギリギリ、ギリギリなんか、ギリギリ。